ね、自由だね。いきなり愛犬の友効果が出たで。奥琵琶湖先受付行ったら、あの愛犬の友で紹介 してくれはりましたねっていうことで、お礼に薪4つもらった。買わなくてもらったよ。今日は助かる、薪ストーブ使うから。はい、今日はビジョンピークスの TCTP シェルターですね。コットン膜なんで、薪ストーブをインストールして、できれば二股かで、薪ストーブも加工が必要なら加工します。はい、それではやっていきたいと思います。ワンズはなにしてやろうな。楽しいやろ、久しぶりのキャンプ。今年最後だよ。遊んどいで、ほら、あっち行っといて遊んどいで。よし、ほんだらやっていきたいと思います。初めてのこういう幕やけど、中はなちょっと狭い感じもしますけどね。寝る分に関しては全然大丈夫かなと。いや、こんなんなんや。へえ、なかなかでかいですね。よし、さあ今ワンポールで立ってるので、これを二股化していきたいと思います。はい、どう？なかなか良くない？綺麗に晴れたよ。すっごい。ほら、二股か。広いっしょ。真ん中にボールないもんね。すごーい。よいしょ。どうなってるかと申しますと、二股の誘い。よいしょ。これ、あら、見えへんな。あら、これでも見えへんか。こんな感じ。分からへん。こっち違うねん、これ五角形やねん。めっちゃめんどくさいでしょ、五角形。六角形やったらいいものでここにあるから、これを引くとここにあるのね。ベンチレーションが開くって、いいよ。ゴムになってるからこれ引っ張ったら開くのね。素晴らしい。ここから煙突出してもいいし、
予想外やった。ダブルジッパーやった。これ最高。ほらダブルジッパーすごいっしょ。何でもできるぞこの膜。全然いいわこれ。よし、あと下内装していきたいと思います。広いな、真ん中にポールがないっていうのは素晴らしい。よし、しょうがないよね、五角形なんだもん。四角形を五角形に入れようと思っても無理でしょ。3838のシートは持ってきましたけどね、ちょっと折らないと無理だし。あ、でもこんな感じでいいんじゃない。よし、おいよ、よいしょ、突き抜けた。よかったねダブルジッパーで。シングルやったらダブル化しよっか。それともそこから穴開けて、その底穴開けて45度に出して上上げようかなとかいろいろ考えてて、でベンチレーション上もこれ全部開くんで、そこから真ん中から出してもよかったんですけどね、まあ、これで十分、全然 OK。 雨降るてるからどうなるかな、そこはね。よし、まあこれでこっちが私のスペース、こっちワンズのスペース、こっちワンズのスペースで、なんとかできると思います。ここでなんやかんやできるっしょ。ご飯作ったり、あれだけの薪ただやかんな、嬉しいな愛犬の友。宣伝効果抜群。よし、さあこんな感じで OK じゃないか。椅子持ってきたよ、椅子。懐かしいなこの椅子も。よいしょ、じゃあ椅子ここにいんちゃん、こんな感じやんか。ほら、おお、楽楽。よし、よし、あ、いいやん。よいしょ、あ、いいね。かわいい、なんだこりゃ、かわいいなこれ。電飾もあるからね。電飾ピカピカする。完成。こんな感じ。どう、ピカピカしてきれくない。夜になったらもうちょっときれくなると思うけど。よいしょ、はい、できた、完成。よし、今日はこれでクリスマスや。はい、落ち着いたので、お茶の段取りでもしようかなと思います。ちょっと冷えてきたね。さあワンズは元気に遊んでまいりますよ、ほら。元気元気。ちょっとお茶飲もう。端材がさ、いっぱいあるから、一応あの白樺いっぱい持ってきた、どうしてもクックさんの作った跡がいっぱいあるから。よし、それで火起こししてお茶飲みたいと思います。
おやつ的なものを食べたいなと思って バウルあのホット何やったっけこれワッフルメーカーかワッフルメーカー持ってきましたわ。久しぶりにモッフル作ろうかなと思って。しゃぶしゃぶ今日はこれアーモンドしか持ってきてないけど、ないろいろあのスモークとかなんかいろいろあのベビーキュー QBB チーズベビーチーズってあの、うん、いっぱいこの種類売ってますよね。下挟んであとは出来上がりを待つだけ。よいしょ、これでできるんだから。よいしょ、はいよ、ではプレス。おいよ、はい、それではできたと思うのでお茶飲もう。いただきます。あっち、あ喉に気持ちいい。よし、ではいきます。蓋オープン。なできた、モッフル完成。あちゃあちゃあちゃ、お、綺麗にできた、ほら、美味しそう。あちゃ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 、あちゃ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 。さあ食べましょう。いただきまーす。かく。うん。チーズがとろとろや。うま。これうまいよな、いつも。結構なか辛もちですよ、もちやから。うん。おい。ちょっとビシュ怪我したわ。うん、ここと走り回っててなんかつまずいたみたい。よいたいな。爪の付け根みたいな、どうも。よし、お前初日に爪やってどうすんの、遊べないじゃん。よし、はい、それでは、クリスマスということでワンズの餌ご飯、ワンズのご飯、鶏肉 2.7 キロ2.7 キロよ、俺重っ。このデカ鍋で茹でて揚げたいと思います。さあ作るぞ。ごっつ時間かかると思うけど、鶏の胸肉が6個ってすごいな。はい、まあ、そのうち出来上がるでしょ。すごいことになってますけどね。まだむっちゃでかいからなこの鍋。あんまりキャンプには必要ないですけど。綺麗じゃん、ほらやっぱりほらピカピカしてて綺麗じゃん。かわいいクリスマスツリー。こんなん飾ったこともないわ。よいしょ、今日はこれつけて、ライブしたいと思います。なんか記者の蒸気みたいな。
すげえ。なんじゃこれ。これは喜ぶでな、ワンコもな。ああ、なんか嬉しいね。喜んで食べてもらえるのはやっぱり。サーロインステーキ美味しそうくない？ちょ、まだ凍ってんねんけど大丈夫かほら美味しそうやん。うまいこと焼けるでしょうか。焦げないように注意せんとね。よっしゃ、もうええわ。よいしょ、えい、よいしょ。おお、油がすごい。よいしょ。あっちいな、あっち。あっちいな。よいしょ。あっち。ほんだ、いただきます。めっちゃうまい。柔らか。はい、切った。ちょうどミディアムレアな感じ。ほら。美味しそうくない？めっちゃ柔らかいで、これ。赤身がすんごい柔らかい。うまい。よし、まだ暑いな。でもよいしょ、でっか。2個3個4個これが1食でなくなんねんで、すごいっしょ。はい、5 6これで6個でかい。熱い、まだ。はいよ、鶏肉 2.7kg 分。ビシュらしい、ここ。これでいいかな。よーし。なら、クリスマスご飯食べたいと思います。よっ。うわ、早いぞ、これは。あっという間になくなりそう。ああ、
せっかく作ったのに1時間かかったのに、ビシュがなんじゃその食い方、勘弁して味わって食べてさ。よかったね、クリスマスご飯。うわあ、ビシュがなくなった。多分鶏胸 2.5 個ぐらい食べてると思う。 2.5 もいってへんやん。 1.5 ぐらいやもんな。ないわ。鶏肉 2.7 キロが一瞬になくなった。もうないわ。はい、ごちそうさん。はい、ここも食べ終わりました。はいや、以上終了。火が入りました。これでぬくぬくやで。薪ストーブ、これ1個あるだけで全然違うんやから。もう何もいらん、暖房器具これ1個あったら。よし、じゃあ私はここで。さあ何しようかね。アヒージョでも作るか。今日はタコのアヒージョをしようと思って、一応材料持ってきました。はい、それではね、スキレット重たいの持ってきたよ。9インチのスキレットロッジの。ちょっと薪ストーブあるからな、やりたいなと思って。スキレットロッジね、ロッジスキレットで海鮮ミックス、シーフードミックスとタコで、タコのアヒージョ作ってパンにつけて食べたいと思います。よし、そしたらオリーブオイル、こんなもんかな。ほらほら、ビシュが特等席取っとる。私の寝床やー言うねん。いいよなお前そこは。私寝るときあんた下ろすからね。はい、それではね、蓋オープンな。おお、いい感じじゃない。ちょ、美味しそうじゃないのこれ。あとはちょっと蓋開けてた、煮詰めたらいい感じかも。だいぶ水分は出てるはずやから。うめえぞ、めっちゃうめえぞ。これ腹膨れるやろ。もうパンいらん、中いっぱいや。とりあえずこれで、ライブの準備ができました。まあこんな感じでございます。暑いな、21度やで今ここ。外4度やけど、なかなかいいでしょこれ。よっこしょ。はいよ、ライブ配信をしております。ここに映ってる、こう YouTube に映るのも面白いな。これどっちがどっちやねんっていう話や。面白い。はい、クリスマスも終わりまして、もう12時超えたかな。12時10分。1時間半ぐらい喋りましたね。疲れた。喉痛いので、ちょっとお湯でもお茶でも沸かして、
飲んでから寝たいと思います。それではお疲れ様でした。